妖怪で狐の鈴さんです。大丈夫、私に任せて大船にドーンと乗ったつもりでいなさい。受けてるし、しょうがないか。似合うかな？うん、割と。鈴、ありがとう。もしよかったら、本当に鈴がそれでいいのなら、俺についてきてほしい。仕方ないな。涼一君と行動を共にするよ。退屈になっちゃうし。ああ、仕方ない仕方ない。そっか、退屈なら仕方ないよな。そう、だから仕方な、うわ！大丈夫か？ほら、捕まれ。どうした？行こうか。うん、行きましょう。すず、お前ってなんか力を持ってるのか？あの、さっき警備員たちを追い払ったのは。言霊をつかせる、と母様は言っていたわ。言霊？つかせる？強い意志を持って、人やあやかしに言葉を投げかける。そうすると、心を支配できる。良一君、試してみる？今はいいや。また今度な。ぜ。そういえばさ、俺が森の中で探してた時、どこにいたんだ？隠れてたの。そっか、ごめんな、痛かったろ。
痛くないから大丈夫だよ。あ、それはよかった。避けろ。メーズル、動くな。よく聞いてくれ。この男に動けと言え。なんで？その男は君の敵でしょ？いいから。すず、ちょっと部屋から出てろ。何故？動いているのが分かる？ここが動かなくなると人は死ぬ。お前だって死ぬ。わかるだろ？これが動くということは大切なことなんだ。わかるか？お前のその力は多分強すぎるんだ。お前はさっきの男の動きを止めようとしたんだろうが、結果的に彼を死なせたか、殺しかけたか。
良くない。別にいいじゃない。他の人が死のうが生きようが良一くんのしたことじゃないでしょ。お前が良くても俺が良くない。この人たちは、その、殺されるほどのことはやっちゃいないだろ。悪人かどうかは俺にはわからないけど、俺たちを殺そうとはしてない。捕まえようとしただけだ。だから殺しちゃいけない。なら問うけど、悪人って分かってて私たちを殺そうとしていたら、逆に殺してもいいのかしら。やっぱり基本的にそれもダメ。待って、話の流れが非常に納得いかないんだけど。私は、俺はお前にそういうことをさせたくないの。俺はいいけど、スズはダメ。議論はまた今度、落ち着けるところでゆっくりと、な。とりあえず先に乗ってくれ。
それでおっちゃんの車と出会ったわけ。参った。何が参ったのさ。昨日も言っただろ、わしは娘を陣容に殺された。妻も娘の後を追うように死んで、わしは陣容への恨みだけを糧に生きてきた。言い訳だ。わしは単に死にたくなかっただけのこと。いや、死ぬ気力がそもそもなかった。自分が生きていようが死んでいようが構わない、そう思っていた。そうしているうちに、わしは娘のことを忘れていくことに気づいた。なんて親だと思ったよ。そんな時、お前さんたちが現れた。わしはてっきりストリートギャングの類か家出した非行少年だと思っていたが、陣容だというじゃないか。その誤解されるかもしれんが、嬉しかったよ。わしはこれまで生きてきた甲斐があったと、ようやく娘の仇を討てると。はあ、振り返ってみるとバカな考えだったと思うよ。まったく。すず、そこの狐のお嬢ちゃんの言う通りだ。犬が子供を噛み殺したと言って世界中の犬を皆殺しにするバカはいない。そんな当然の理屈もあの時のわしは思いつかなかった。